皆さんこんにちは。本日は小海線小淵沢駅に来ています。今回は JR 線で最も高い地点を走る小海線に乗っていきます。標高の高い駅ランキングでは1位から9位まで小海線が独占しています。それでは早速ホームに向かいましょう。途中駅の海王泉駅までやってまいりました。この駅では上り列車との行き違いのため3分ほど停車します。それでは出発まで待ちましょう。途中駅の野辺山駅までやってまいりました。この駅は JR 線で最も標高の高い駅で1345メートルあります。
途中駅の小海駅までやってまいりました。この駅では上り列車行き違いのため2分ほど停車します。それでは出発まで待ちましょう。途中駅の中込駅までやってまいりました。この駅では時間調整と車掌乗車のため3分ほど停車します。それでは出発まで待ちましょう。
車両の内容をご注意ください。信濃鉄道は乗り換えです。軽井沢行きは3番線から12時24分です。長野行き同じく3番線から12時51分です。長野行きは軽井沢行きが出た後3番線からの発車です。終点の小諸駅までやってまいりました。乗ってきた列車は折り返し普通列車中込行きとして運転します。 JR 線で標高の高い駅1位から9位まである小海線はいかがだったでしょうか。今回は雪が降っていてとても幻想的な車窓をご覧になれたのではないでしょうか。小海線に乗って JR 線で最も高い駅野辺山駅に行かれてみてはいかがでしょうか。この動画はここで終わりとなります。ご視聴ありがとうございました。